もうすごい海外モモピーモモピーし、あの内転ピーしてたモモピー、ピーはね結構摩擦に弱いからピーピー兄弟だから、うん、摩擦に弱いピーピー兄弟。まだコロナ倒してます。はいです。そうくんも。いや僕 P ですよ。あ、なんすか。うん、本当に元 P というか今も。まあ全弱だけどね。弱 P。弱 P。そうそうそう。全然弱 P。ソフト P だからね。でもね、やっぱ小学校低学年ぐらいで結構強 P だったよ。まあまあの。まあまあだった。まあまあの。俺も体育の授業だったからね。いやもうもちろんそうだし。T シャツもここはそう、ここはもう暑くてもわざと L のこと、L サイズの T シャツ着てこうやって隠してたし、夏のなんか初めて小学校のプールの実習みたいな時も見られたくないからずっとこうやって腕を組んでなんかハッハッハッみたいな感じでこうやってわざと隠してて P 隠しね。でもやっぱこう感づくやつがいて何やってんだみたいな、そうなんかおいみたいなやられて、そこをやられるの分かってたから前日にわざともうすごいもう それからもう頭考えてたから、前日の休み時間にわざとこけたふりして枝が刺さったとか言ってでっかい言い訳してんの、でっかいあのなんだっけ、ね、バンドエイドをもう貼ってあったここを隠すためにそしたらもう余計次の日もぐじゅぐじゅになってP はね、あのあれに弱いからね。そうだね、この俺も子供の時は湿度に弱かったの、だからこういうとこかゆかったの、首とかここ、 とかここね、大人になってきたらだんだん乾燥に弱くなってきて、ここは別にあんま最近感じないけど、要は今もここ内転 P してるけど、大人 P だ、大人 P、 大人 P、 大人 P、 成人 P でこういうとことかなんかこうアラサ、アラ P だ、アラ P、 アラ P、 アラってもう分かるそういうこと、うん、本当に、ね、変わってきてる、ここなんかね乾燥するとこが痒くなってきてる、ね、そう、ここはだからあんまこの二大巨頭は二大巨頭、本当そう、首とね、こことここ、あとここね、ここ速攻はなったことない、ここがねやっぱ P の P は手を見れば分かるっていうから、でここが今なってるね、この、うん、見えないなったんね、P の話したら本当もうね五分作ぐらいになるよ我々もブラウン管越しでもすぐ分かるからね、誰が P だね、もうアナウンサーとかでも何でももう絶対えとか嫁とかに言っても全然肌綺麗じゃんって言っても絶対分かる、うん、なんかねこう分かるんだね、ホリケンとかね、うん、誰が見ても分かるえホリケンは誰が見ても分かる、本当にあれは栄光ちゃんは、栄光ちゃん、栄光ちゃんもだ自分だからお肌弱い芸人はねみんな見れば分かる、そうね、あの見てください、見てください、でもやっぱ俳優さんとかも多いよ、そうね、女優も、そうね、隠れ P が大人になってから出る人もいる、いるいる、アレルギーだからさ、アトピーね、あとの P、 アトピーじゃ分かりにくいその分かりにくすぎる、要はアレルギーだからさ、だって花粉症になる人とかでしょ、一緒だから IgE が高いから、アレルギーの値が IgE ね、 IgE 選手権したらもう割と上位に、県レベルでは上位だよね、いやもう本当に整形外科に勤めてる時に英語の血液検査したら A4 か紙で渡されるんだけど、アレルギーの IgE だけもう振り切っちゃって、油が良くないっていうのね、悪い油酸性飲んでたね、よくね、オメガ3ね、そうですね、オメガ3サプリメントの話、オメガ3、オメガ3ってサプリメントか、オメガ3っていうのは、サプリメントっていうよりはそのオメガ3、オメガ6、油の油のとか油あって、まあ、すごい簡単に言うと、もう巷にある油はオメガ6っていう、まあ、いわゆるちょっと悪い油、体に炎症を起こさせてしまう油、キャノーラ油、サラダ油とかああいうごま油とかもそうなんですけど、それが増えすぎちゃうとオメガ3と6っていうのがシーソーみたいになってて、6が多すぎちゃうと炎症が強くなって、まあ、病気になる、炎症全て、がんもそうだし病気の元ってのは全部炎症なので、じゃあオメガ6が増えてしまった生活習慣、もう欧米の食になってオメガ3を増やせばなんとかこうバランス取れるよねみたいな感じで、そのいい油の方を取るっていうのがあるのかな、まあ一番分かりやすいのはその青魚 DHA、EPA とか、あとはあのナッツの油とか、あと甘煮油、エゴマ油とか、ちなみにオリーブオイルはオメガ9、中立な立場でもね、オメガ3の話しちゃうとこれまたあのご不作になっちゃう、そうか、また
オメガ3で俺が死にかけた話はしなくていい。それした方がいい。した方がいい。それサプリね。それします。あのオメガ3とかっていうサプリメントは結構なんていうのね、何ソフトジェソフトカプセル、ソフトカプセルのジェルに包まれてるのよ。海外のなんかちょっと1個が大きいんだよね。そうでマイプロテインさんのやつ頼んだからもうすごい大きくて、でそれを飲んでたのよ。なんか一時期気に入ってね。そう気に入って飲んだのよ。あんまり珍しく定期的に飲んでたと。で あれってさ、ちょっとあったかくなったりとか古くなったりするとくっつくのよ、ジェル状のサプリが。そう1回溶けて2、3個くっついちゃう、ね、くっついて離れなくなるので、ある日酔っ払って帰って、でも飲もうとサプリメント習慣にしたから飲もうっつったらこうやってボーンって取り出したらもうすごい6個ぐらいこうくっついて出てきたの、塊が。ボーンって塊が。で酔っ払ってるからもういけるっしょと思って口に入れて水入れて飲む、ぐるっと飲んだらここに詰まって、塊ごとね、塊ごとドゥーンってここ詰まって、もう20分ぐらいおえつを繰り返すっていう、もうあのもううーって、もう涙とか もうすごくて、でゲロみたいの吐いても胃液だけちょっと出てきて何もこう動かないの、死ぬと思って水も何回も飲んでやったんだけど、20分ぐらいもう涙もうずっと流して受けなかったらこれカットしてる話。いやこれはねもう明らかに受けなかったらカットしてる。飲み方を間違えてるだけだからでもう20分ぐらいやってたら水飲んでたら一つだけグルンって流れて、そっから流れたって話。息できたんですか。で息はできる、鼻からできる。でそっからトラウマで飲んでないんでしょ。飲んでないし、あの大きい粒が飲めなくなったいや強かったもん結構。薬とかもそう飲めないやつとかさいるじゃん、はいはい、ちょっとなんかゼリーとかで一緒飲むみたいなやつ、ふざけるなよ、もうごっくんしろよと、口に含んでごっくんで一撃じゃんと思ってたんだけど、それ以来俺の喉はマジで弱くなった。マジでトラウマだからそれ。ちょっと大きいカプセル系はマジで心してかからないと詰まるっていう、このトラウマがすごい。それはね分かる人いるかな。いますよね。いないよ全国で。いないいないいる。いないオメガ3詰まった人、オメガ3その塊で飲む人いないからあれビタミン E とかでもジェル状だよね。オメガ3だから多分大量に飲んだでしょ。そうでこれもこいつが大量飲んだ、その時オメガ3じゃないけど、あのフィッシュオイル、だからそうオメガ3めっちゃ飲んだ。そうそうそう、まあ、オメガ3だね。その時は12粒ぐらい一気に飲んだかな。俺らねいけるよみたいな、たくさん口に含んでグッと飲めるよってなってたんだけど、そうだからサプリの大変な強敵がいた。1回で飲める量俺世界一だよ。分からない。世界一錠剤飲める。一回詰まってみ。ここに。いやいやいや、世界一ワールドチャンピオンだから。もう口に入りさえすれば、多分これぐらいのお水で飲み込めるから。いや、俺も世界ランキング争ってたけど、もういやいやもはや死レベルですよ、ね。もうだってクレベルか。サプリメントエリートだから、幼稚園の低学年もマサトの前よりぐらいから飲まされてたから。ビタミン B ね。もうサプリメント P だから。そう。ちなみに P はサプリメントで完治というかその直したんですよ。ひだんまるゆう P の直し方ね、これもあるからお値段になったね。まあポイントはビタミン B というかその酵母だね、酵母、うん、ちなみに私は治ってません。で彼は自分が治ってる。それであ、そうそうそう俺は治ってない全然。改善方法とかはあるってことですよね。まあいろいろやり方はありますね。ちょっと待って、 P でめちゃくちゃすごい理論言っていいか。いいよ言っていいか。言っていいかってもなんかこうよっていいよ。 P 同士は結構惹かれ合うっていう、これねあるんですよ。 P と付き合ったことあるの。あるある、全然。あのそのちょい P、 ちょい P、 そうちょい隠れ P っていうか、そう、うん、でも大体、まあ、男と男は分かんないけど男女間で、うん、そのP でも可愛い子っているじゃん、うん、結構すごい関係ないからね、 P と可愛い子ね。でなんかなんとなく自分のレベルより上の子っていうじゃん、なんか自分が付き合えないような子でも、うん、P の可愛い子っていうのは大体もういけるってこと。 いやいや引き寄せてだから P 同士のなんかそのなんかさっきの金の話じゃないけど IgE が引き付き合ってるってこと。なんかね、そう IgE か分かんないけどP 同士は結構同じ種族みたいな感じで、うん、なんか惹かれ合ってんじゃないかなと。だからここもね、P の P 同士だからね。P P 兄弟だから。やりづらいけど。P P P やりづらい。P P 兄弟だけどね。本当に兄弟。うん、で俺の息子も P だし。書くなとか言うじゃん。もう書くなよ。パパも書いてんじゃん。一撃で終わるって。そう、かゆいよなって。
の話が長くない？そう、ちょっとトイレ行ってきて。俺もトイレ行きたい。ちょっと一回しましょう。中断。一回また乾杯から始めよう。P の女の子が仲いい周りの男にその P の悪口言われてんだけど、そこには乗っかれないみたいな、ちょっとなぜなら俺も P だから、うんうんうん、いや俺も P なんだけどなと思いながら乗っかるのかなみたいな、ね、そこはバレてない。いやバレてるよ自分は。あのアンに俺をディスってたんだもんだからね、それも使いつつ、いや俺には正面切って言えないから、多分もしかしたら真意はそっちかもしれないね。その女を使いながら俺に対してダメージを与えるっていうやり方。それはでも考えすぎ P じゃないですか。いや P つかないから。そこの考えすぎに思考に P はつかない。そこはかゆくならないから。そっか、うん、